地図を楽しむ退役者たち、調西部の住宅地にて、トゥズラは、ボスニア・ヘルツェゴビナの都市、及び、それを中心とした、基礎自治体。1991年の調査では、人口は13万1000人であった。その後の避難民の流入などによって、現在、の人口はおよそ16万人程度とみられている。サラエボ、バニアルカに続いて、ボスニア・ヘルツェゴビナでは3番目に、 人口の多い都市であり、トゥズラ県の県都となっている。トゥズラという地名はトルコモの塩にちなんだもので、町の地下に広範囲にわたって塩の体積があることによる。トゥズラは、ボスニア北東の北44度32分17秒、統計18度40分34秒。 北緯44.53806度,度、統計18.67611度、44.53806 18.、18.6761121、エビサ山のふもと、川沿いにある。町の中心は、東西方向に広がる平原にあり、南北の丘陵地に住居地がある。ト津ズラには、ト津ズラ国際空港がある。空港から市内へはトロリーバスで結ばれている。 空港は、米軍基地、イーグルベースの一部を利用して、一般空港として開港した。初めて歴史に登場するのは、西暦950年のハンガリー統治下の時代で、ソリという名前で記されていた。ソリとは、ボスニア語、セルビア語、クロアチア語で、塩という意味であり、現在の名称トゥスラはトルコ語で、塩の土地という意味である。 トゥズラには新石器時代に集落があったと推定され、これに従えば6000年前からこの土地に人が居住していたことになる。ソルニトゥルグ屋外博物館が2004年に開業し、トゥズラの町における塩の生産の歴史を知ることができる。塩の採取は地盤沈下を招き、特に20世紀には大きく進行した。沈下が進んだ地域の建物は倒壊するか破壊された。町には、 いくらかの歴史的な建造物がある。1943年10月2日、第二次世界大戦下でパルチザンの抵抗によって、トゥズラは最大の解放都市となった。戦後、社会主義体制が敷かれたユーゴスラビア統治下でトゥズラは工業都市として発展した。1990年に実施された自由選挙では、改革派が勝利した。これはこの時のボスニアで唯一の 非民族主義系の候補の勝利であった。1992年から1995年にかけてのボスニア・ヘルツェゴビナ紛争の時代、トゥズラはボスニアで唯一の非民族主義系の市長が統治する町であり、セルビア人民族主義者の武将勢力に包囲された。1995年5月25日、セルビア人勢力の砲撃によって71人の若者が死亡する。 トゥズラの虐殺が発生した。ユーゴスラビア紛争当時、多くのクロアチア人がクロアチアへ、また多くのセルビア人が、スルプスカ共和国あるいは、セルビアへ脱出した。町に残った者は、民族混成の死防衛隊を組織し、武装勢力から町を防衛した。内戦勃発前の1991年の民族別人口は次の通り、合計。 13万1618人トゥズラは、エンコが町の中央公園の一部となっているヨーロッパで唯一の町である。作家のメシャ・セリモビッチ出身地であり、毎年7月にメシャ・セリモビッチブックフェスティバルが催され、ボスニア語、クロアチア語、セルビア語で書かれた小説の中からその年の最優秀を選出する。トゥズラはボスニア・ヘルツェゴビナを構成する構成体である。 ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦のボスニア・ヘルツェゴビナ連邦の県の一つ、トゥズラ県の県都であり、同県にはトゥズラ市を含む13の基礎自治体がある。トゥズラ市は39の地区に分かれている。トゥズラ市には中心となるトゥズラの町の他にもいくらかの村が含まれる。同市にはゴルニャ・トゥズラ、フシノ、パルセロ、市民、ハン、オボドニツァ、カメニャシ、プラネ、七、 スラビノビチなどの村がある。市長は非民族系の政党ボスニア・ヘルツェゴビナ社会民主党に属する作家で法律家のヤスミン・イマモビッチで2004年に再選された。市議会は30議席あり、非民族系のボスニア・ヘルツェゴニア社会民主党に属するナダムラディナが議長を務める。トゥズラの気候は中央ヨーロッパを特徴づけるもので年平均気温は 摂氏10度、年間平均降水量は8 9 5ト、mm、ルで、ある。今まで記録した最低気温は1963年1月24日の引く、摂氏25.8度、最高気温は1988年7月6日の、摂氏39.5度である。トゥズラの主要なスポーツチームは大体、スロボだと名付けられており、この名前は、自由を意味する。 トゥズラの主要なスポーツチームには、サッカーの FK スロボーダ・トゥズラ、バスケットボールの KK スロボーダ・ディダ、空手の KBS トゥズラ・シナールコなどがある。女子バスケットボールの KK エディン・ストボアイダは、ヨーロッパのチャンピオンに輝いたこともある。2007年9月1日、トゥズラで6980組のカップルが、同時に10秒間キスをして、ギネスワールドレコーズの記録を塗り替えた。それまでは、 フィリピンとハンガリーが交互に記録を更新し続けており、2004年にフィリピンで5327組、2005年にハンガリーで5875組、2007年2月にフィリピンで6124組、同年6月にハンガリーで6613組がそれぞれ記録された。アーカイブされたコピー、2015年9月24日時点の オリジナルよりアーカイブ。2015年1月19日閲覧。ワールドウェザーインフォメーションサービストゥズラ。ユナイテッドネーションズ2011年1月20日閲覧。SMH、レコードブレイカーズ、レディー、セット、ナウプッカー、アップフォーボスニア。ありがとうございます。